サンテニミーは、フランス、奥下ニー地域圏、ロゼール圏の旧コミューン。2017年1月1日、合併によって、コミューンルーベルのゴルジュデュ・タルヌコースとなった。タルヌ渓谷の心臓部にあるため観光客が多く、集まり、エコツーリズム、スポーツ、文化の面からの観光地である。中世以来の街並みの保存と、周囲の渓谷の風景から、 フランスの最も美しい村に登録されている。カステルブーク集落と城の廃墟、タルヌ渓谷ソーブテール高原にある、シャンペルブー集落ソーブテール高原に残るメンヒル、かつては独立したコミューンであったサンシェリーデュ・タルヌ集落級、サンテニミー修道院サンテニミーは、タルヌ渓谷、ジョント渓谷、高原の広い部分を占めている。ジェボーダン地方の南西部にあたり、 セベンヌ国立公園の一部となっている。コミューンは、ソーブテール高原川にあり、大部分が含まれている。北はシャナック、バルシエージュ、サンボージル、東はタルヌ渓谷、南はタルヌ川を挟んで、ユール・ラ・パラード、西はマッサン・シェリーとラバルデュ・タルヌである。両者とも標高が、平均1000メートルある北のソーブテール高原と南のメジャン高原の間にあり、 タルヌ川は印象的な渓谷を流れる。両岸は森林で覆われている。広いコミューンは25の集落、村落で構成されている。エニミートはメロビング朝時代の王族でクロタール2世の王女を指す。彼女は7世紀にジェボーダン地方でハンセン病患者を癒し悪魔を倒したという伝説を持っており、成人に劣せられている。しかしながら、 コミューンの正式名は、聖エニ二名の綴りとは異なり、悪産記号のないサントエニミエである。ソーブテール高原には、非常に古くの住居跡、ドルメンがある。ガロローマ時代末期、タルヌ川に接した、この地の名称は、ブルラティスであった。中世は、クロタール二世の王女エミ名の伝説に彩られる。彼女は七世紀に生き。 ブルラティスの水源から湧く水で、ハンセン病患者を癒した。エニメイは、修道所となって、修道院を創設し、町がその周囲で成長し始めた。中世のサンテニメイ村は、マンド市教エティエンヌが951年に建てた、ベネディクト会派修道院の周囲で大きくなっていった。ベネディクト会修道士たちのコミュニティの確立は、宗教上の中心地となったことで、 経済的な繁栄の時期を迎えた。11世紀終わりには新たな修道院が建設された。歴史的研究は聖エニミリの伝説を確立し、数形は彼女に捧げられた。1060年に聖エニミリの墓が発見された。13世紀村の神父は銀遊詩人ベルトランド・マシーラに聖エニミリの生涯を記したラテン語の詩を書くよう依頼した。 成人の徳を称賛する、この詩は地方全体で歌われた。ここにも巡礼者が集まるようになった。寄信を通じて修道院の資産は増加した。人々は渓谷の傾斜で働き、総武テールやメジャンで石灰岩を切り出した。彼らは段々畑を切り開き、葡萄畑を作り、アーモンド、果樹を植えた。高原は、 伝統的に羊の放牧に用いられ、土を供給し羊毛が取られた。渓谷と高原の相互交換は、人々の生存を可能にした。伝統的な通商路に位置することは、巡礼や物流にとって重要な資産だった。13世紀に橋が建設されたことは、商品輸送を容易にすることになった。フランス革命で教会の権力は衰え、修道士たちは村を離れ、 このことは、サンテニミー修道院の容赦ない破壊につながった。国民公開時代に限り、サンテニミーは、ピュイロックの名で知られていた。しかし、地元住民は、王女の伝承に強く愛着を持っており、彼女に素早く敬意を払うべく村の名を変更した。20世紀、機械化の導入と、フィロキセラの流行によってだんだん畑のブドウ畑が、徐々に失われていった。 1905年、現在利用されている、タルヌ渓谷へのルートが開通し、地域の一部が外に開かれた。20世紀初頭の紛争と産業革命は地方の労働力を空にした。羊毛の価格切り下げの後、質の良い土と肉を生産することで、高知住民たちは牧羊を再構築することになった。1950年代、サンテニミート渓谷は観光主体とした。 新たな経済の時代に向かっていった。クレルモン・フェランとモンペリエとをつなぐオートルート A75 の存在が、現在地域全体を外に開いている。2000年代初頭、村には250人が暮らしていた。一方、コミューンとして、の人口は約500人である。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。